何が私があなたを選んできたの。はい、皆さんこんばんは、うるさくてすみませんです。今日も特殊薬局モット入り、エチカもやっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、もう突進さん説明してください。もう薬局説明を。はい、薬局説明です。突進さんお願いします。それでは説明させていただきます。今回は悪女を入れてます。第三陣営です。説明は下の概要欄をご覧ください。ヤッカルゲスト。どこだよ。おい、突進。どこいんだ、突進。おい、突進。頑張って逃げろ、お前。間違いない。どこにいるんだろう。どこで僕は。それだったら突進さん、ね、釣ってください。ジェスターじゃねえじゃねえか。釣ってください。もうちょい抵抗してくださいよ。絶対そう来ると言われると思ったんですよ。なので引き出しにもう一つ用意してきました。今日不安であれば僕キルの能力がないのでミーティングルームでずっと待っててもいいですよ。全く動かなくてもいいです。マスクしてよ。マスクしてよ。あ、そっかそっか。マスク証明するんだったらマスクしてくださいよ。人外つけてんじゃん。いやいや、タスクはあと2個で終わるんですけど、不安であればってことです。いや、絶対2個じゃない。だって、トシンさん、このターン動き回ってたでしょ。俺タスクだって結構やってるのに、あと4つぐらい残ってる。あと2個は絶対嘘だよ、トシンさん。2個は嘘です。じゃあ、それ。いや、じゃあそれ。なんかジェスターっぽいけどな。なんか怖えな。ちょっと待ってください。する？ちょっと待ってください。僕、実は見たことがあります。何を？ネロちゃんが殺してるとこ見ました。どこで？どこですか？どこで？考えた今。もう見切り発車すぎなんだよ。おもろい提案していい？何ですか何ですか？じゃんけんで負けた人すらない？ここでここで地獄みてえな提案していた。一回やってみる。軽すぎる。命が軽すぎるの。おい。いや、わかんない。だって。待て、お前。これで勝ったら伝説だろ。待って、お前ジェスターか。生き証人になりてんの。そうですそうですって。自分がジェスターだから突進さんがジェスターじゃなくて釣り進めたのかな。だから僕、そういうことか。僕が負けなきゃいいだけの話じゃないですか。なんで使用したの。いや、嘘だからです。うわ、めんどくさ。どうした。めんどくさ。めんどくさって。うわ、気分悪い。気分悪い。どういうことやない。マジで気分悪いわ。どういうことやない。マジで気分悪い。21時33分。なんで俺の霊界妨害。なんで俺に霊界妨害してんだよ。何やってんだよ。おい、仲間だろ。何やってんだてめえ。なんで相方の霊界妨害してんねん。おっさん。何？どっちさんにドーン。待って。推理の元だから。推理の元ですよ、ね、お子さんで。あ、そういうことか。マジで突進許せねえ、あいつ。ふざけんなよ。ほんとに。あ、ちょ、マジで。ねえ、俺、あ、これ、これ、もしや。マジで。俺、今だから、バーチャルの気持ちわかるよ。ワンチャン、ワンチャン僕、切ってみませんか。そしたら。え、何バーチャン、そんな。何の推理の要素もないじゃん。ここでバーチャン切ってもさ。つられようとしてるやん。おーっ、消えろ。おーっ、もう、バーチャン。
ちょっと、お話聞かせてもらっていいですか。これは、罪を犯すか、もういい、ここで。やりましょうよ。どういうことか、あなたが本当のシェリフなら、うん、俺に勝てるはず。俺なんか脇遅かったから、行きますよ。あー、面白い。やってやろうじゃねえかよ。なあ、てめえ、この、やばいやばい、おい、負けねえぞ、俺、俺負けねえぞ、俺だって言って、てめえ、この野郎だけで、すごい、いつも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 、ちょっと待って、本物だ、本物だった。ほんず、へい、許してニロちゃん、一緒に戦わないか、今から。いいよ、ニロちゃん、いいよ、ニロちゃん、治っちゃった、バグった、バグった、ほんず、バグったの、バグってる、バグってる、どうぞ、バグってる、動けないの、最近うまくいかないことがたくさんあるって。はい、ちょっとなんか新さんの大丈夫、またですか、したいな。ちょっと最近自信がなくなってきて。自信がない、自信、自信、そう、何でもうまくいかなくて。ああ、はい、何やっても、おお、どうしたらいいと思う。自信がない。うん、それってどうしても知りたいことなのか。それを知らなければお前の人生はうまくいかないのかい。そんなことないだろ。確かにそれを知ることによって気持ちの変化はあるかもしれない。でもそれを知ったからってお前の人生は変わらないんだ。重要なのはそれを知ることではなくてお前が動くってことなんだ。そう、お前の人生を変えれるのはお前自身。人を変えるのは基本的に不可能なことが多いんだ。でもな、人が変わらなかったら自分が変わればいい。お前なら自分で未来を切り開くことができる。未来なあ、中野っち、未来って何だと思う？そう、今目の前にある道のことだ。その道はお前が未来につながっている、お前の自身、お前自身が手にできるものなんだ。時間は限られているものだから、他人の人生を生きて自分の時間を無駄に過ごしちゃいけない。これはスティーブ・ジョブズの言葉だ。人生ってさ、長いようで短い、あれが死んでるぞ、短いようで長いものなんだ。あれが死んでるぞ、限られた時間であるからこそ成し遂げるのに困難ものがたくさんある。誰誰誰、その反面楽しいって思えるんだ。どんな敵も一撃で倒せるゲームをずっとプレイしてたら飽きちゃうだろ。それと同じように人生もある程度の難易度があった方がいいんだな。お前は人生で一番大事なものって何だと思う？時間。おー、今のは誰だ、そのタイミング。トシンさん、ちょっとじゃあシンさんの代わりに語れます？僕語りますよ。何を語ってほしいですか？あ、そうだな、ちょっと最近ちょっとね、何やってもうまくいかないんですよ。はい、あ、そういう時はですね、やっぱお腹の中にいる赤ちゃんの死っていうのがあるんで、僕歌いますよ。あ、あるよ。ちょっと聞いてみたいな。だから僕は殺せないはずだ。なるほどね。私があなたを選んできたの。読み手、三脇日野。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでました。あら、おじいさん元気にされてました？あー、元気にしてたけど腰が痛くてね。腰痛いでしょ、重たいですものね。それお持ちになりましょうか。するとおじいさんは発情したのか私を襲ってきました。あら、おじいさん、私を襲うのは早いんじゃないですか。おじいさんは私に手を埋め込みました。おい、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 私の、何言うてんねん、ちょっとやめてください。おい、おい、
おいせよ、トシン、ほら、おい。複数の男に遊ばれました。